お疲れ様です。本日の舞姫大学特別講義は成功への近道ということでお話ししようと思います。これはね、ナミさんの方が同じタイトルで動画を出してくださったんで、そこに共感してね、確かになと思ったんで私からもお話ししますけども、成功への近道ってのは近道をたどらないことだと思いますね。やっぱりね、みんなね、早く成功したいし、早く稼ぎたいし、早く何々したいんですよ。でも実際、せいてはことを子孫じるっていうね、お話がありますし、急がば回れって言葉があるように、基本を詰めて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 いくことによってたどり着くのが、まあ成功の扉なんじゃないかなと思います。まあ成功というとね、まあいろんな成功の概念がそれぞれにあると思いますけども、まあ少なくともそれを決めてますかってことなんですよね。まあ私はいつも自分の成功の概念をもうすでに十数年前に決めていて、それを忠実に再現してるんですけども、ここではそこはね、割愛させていただきます。私の場合4つの成功の条件を作っていまして、それを満たしている以上は成功なんではないかなっていうふうに自己評価してるんですね。はい。それでね、成功への近道を探さないことが成功の近道だみたいな、またトンチみたいなことになっちゃいますけども、結局ね、成功できない人とか、特にビジネスでお金が稼げない人って、信頼構築のための継続ってのをしてないんですよ。誰しもその道10年20年っていう10年単位で取り組んでる人に対しては深い信頼を抱くんですけども、昨日入社しましたとかね、まだ半年ですっていう人、確かに期間は短くても優秀な人とかね、気が合う人っていると思うんですよ。でも基本的にどうですかね、やっぱりしっかりとその道を踏みしめて、そこに身を投じてる人に対してお任せしたいなと思って、お金を払ったり商売を続けたりすると思うんですよ。まあ私の友人の小野田さんというのは東京にいますけども、この東京の小野田さんね、私よりも長くこのビジネスの世界にいて、14年ぐらいだったかな、私よりもね2年ぐらいは長いと思うんですよ。やっぱり私も信頼しますし、私がネットビジネスの世界に入って六本木ヒルズでこの小野田さんに初めて会ってね、ビール飲んだ時にね、私よりも2年長くやってるんだ、羨ましいなとその時点で思いましたからね。私はその日初日だったんですよ。わあ、この人みたいに2年後3年後に俺もなれるかなと。で、私よりもちょっと年上でしたからね、だからいいモデルになったんですよ。ああ、この人みたいに誠実にやっていきたいな、顔もかっこいいな、若いなみたいなとこですね。いや、小野田さんがね、40歳の誕生日に私もね、おめでとうってやった覚えがありますよ。50歳の誕生日とかね、いや懐かしいな。はい、ちょっと小野田さんの話はここで置きましょう。まあつまりね、まだキャリアの短い人よりも長い人に信頼を抱くってことを考えたら、やっぱりまずはね、長くやってるってことは大事だと思うんですよ。でも実際に長くやるまで稼げないのかって言ったら、そんなことはありません。やっぱりしっかりとこれを足場を整えてやっているよっていうところが見えれば、実は短期間でもね、うまくいくんですよ。例えば3ヶ月ぐらいでビジネスがうまく回転していくことってあるわけですよ。それはなぜかっていうと、一心不乱にそれをやっているという、まあ、覚悟が現れれば、それが信頼につながるってことがあるんですよね。その覚悟が曖昧っていうのはどういうことかっていうと、やったりやらなかったりとかね、片手間だったりとか、副業気分だったりとか、忙しいからちょっと手がつきませんみたいな感じで、まあ、最初から逃げている姿勢が出てくると、お客様からの信頼っていうのは抱けないんですよ。そこでちょっとね、私は具体的に申し上げたいんですけども、今の時代だったらね、 YouTube の動画更新を毎日何本かやっていくってことを、まあ1ヶ月続けると信頼は1ヶ月で手に入れることができます。あ、ここまでやり込む人なんだっていうふうになるわけですよね。YouTube チャンネル始めて視聴回数が5とか10って低いのに、ここまでのエネルギーでこのチャンネルってのは気合い入れてやってんだなと思ったら、それが信頼につながるってことなんですよ。でも再生回数が少ないからといって甘く見たりとか、チャンネル登録が3人だからといって放置したりとかするでしょ。じゃあ再生回数2とか3とかね、チャンネル登録3人とか5人を甘く見る人に、誰が信頼を置いてチャンネル登録するんですか。誰がその動画を改めて視聴しようとするんですかってことですよ。そうなると、やっぱり覚悟を持って気合い入れてね、5年10年やっている人とか有名 YouTuber に行っちゃうんですよ。だから
ここで並ばないといけないんですよ。有名 YouTuber さんはすでにキャリアがあってたくさんのチャンネル登録がいるでしょ。だからそこに勝負を挑んじゃダメなんですけども、逆に言うとその人はまだ有名 YouTuber さんね、有名 YouTuber さんがまだねチャンネル登録が10人以下の時とか再生数が5人以下の時にほとんどの人は立ち会えてないんですよ。そこがだから私たちの付け目なんですよ。有名 YouTuber さんに勝てるとしたら、まだ再生数が2とか3しかないよと、チャンネル登録3人だよ、でもここまでのエネルギーやってるよみたいなところで、少ない人を大事にする姿勢を見せていくっていうところが大事だと思います。はい、じゃあまずはこの話をねここら辺までにまとめさせていただいて、今度はね私の好きなお寿司屋さんを例えてみましょうか。チェーン店かっぱ寿司ってあるでしょ、それからくら寿司ってあるでしょ、スシローありますよね、私もよく動画で取り上げます。ここって多分握り手の方ってね10年20年の修行をしてついにかっぱ寿司のお寿司を握ってますって人ってあんまりいないと思うんですよね。でもかっぱ寿司ってスシローって安いですよね。いつ行っても満員でもそんなに待たずにポンと行けますよね。一人でも行けるし 5,6 人でも行けるし、本当に多くの人を受け入れてくださっているファミリーレストランだと思います。でも反面私はね昨日も行きましたけども、毎日の客数が3組とか5組みたいな割烹とか料亭にも行くんですよ。そこでカウンターの向こうでね頑固な面して握っている大将、その方からお任せお願いしますって言って、まあわずか数品1万円みたいなのをいただくんですよ、ね、なぜか私はこう思うんですよね。そういった割烹や料亭で寿司を握る職人に10年20年の修行の跡を見るんですよ。最近でしたね2代目とかが出てきてるんですよ。3代目とかね、いやー厳しい修行の末先代からこの店を預かったんだなっていうドラマを勝手に感じてるんですよ。マスターと喋ったわけじゃないんですよ。その店の佇まいとかメニューのボロボロさを見てね、ここは腰が入ってるなと思うから1万円2万円払うんですよ。でもかっぱ寿司に1万円は払えません。スシローに5000円払ったら、あーちょっと高いなって感じますね。その違いってのは握り手の信頼なんですよ。もちろん回転寿司だって信頼はしてますよ。でも割烹みたいに握り手が1人、そして1日の限界客数が20人みたいなところとは全く違う背景背負ってるじゃないですか。だからそれぞれ楽しめるんですよ。じゃあね、個人商店のそういった割烹とか寿司屋のすごいところは何かっていうと、この店を守っていく、切り盛りしていくんだっていう覚悟の末に修行に入り、5年10年20年でやっと免許改善いただいてその店を預かるっていう、そのドラマですよ。そのドラマと覚悟に私は信頼を置いてるわけですよ、ね、片方で回転寿司どうですか、今日子供が参観日なんで休みますとかね、いいんですよ。それでそういう働き方ですから。それから時給が1000円1200円、だからこっちで働きますね、今日は3時間しか働けませんのでシフトの調整お願いしますみたいな感じでね、まあおおよそですよ、その道で自分の命を燃やしていくっていう風な覚悟は特にないと思うんですよ。単なる自分の都合、生活費、まあ、いろんな副収入を目指してそこに来ている。でも仕事は真正期時期にやってると思いますよ。だからそういった回転寿司を求めるのはお客さんの方もね、美味しいお寿司が手軽に食べたいってとこだと思うんで、握り手の人生のドラマに関わりたいってことではないと思うんですよ。そう考えていくと回転寿司の握り手さんっていうのはね、今機械が握ってると思いますけども、別に5年10年の修行してるわけじゃないでしょ。ここじゃないと俺の人生は稼ぎの道にはないっていう風に飛び込んでるわけではないと思うんですよ。でもやっぱりね、かっぱ寿司にしてもスシローにしてもそれからくら寿司にしてもすごいなと思うのは、じゃあ創業して何年なんですかってことですよ。今の形になるまで紆余曲折あって、なんとスシロー1984年創業なんですよね。だからね、40年もやってるわけですよ。40年やって回転寿司ですよ。腰が入ってるでしょ、会社としてはね、うん、だから会社としてはすごいんですよ、うん、それこそ個人商店の割烹とかね、板前さんに、まあ、五分なんですよ。それからくら寿司です。これ1977年なんで、おおよそ私と同じ年です。
50年ぐらいの歴史があるんですよね。それからかっぱ寿司、かっぱ寿司は私とタメですね、1973年、まあ私は1972年ですけども、かっぱ寿司は50年以上の歴史があるんですよ。つまり大手3社回転寿司の会社ですら、それぞれ40年から50年やって今の形になってるってことなんですよ。これがプロのキャリアであり根性だと思うんですよ。途中でよその業種に行くこともできたと思います。途中でね、やっぱり業態変更してもっと流行るもの行こうかなってなったこともあると思うんですよ。でも寿司一筋っていうことではこの3つの会社筋を通していたんですよね。寿司だけに筋を通すというのは変な話ですけども。だからね、板前さん、割烹の2代目3代目でもやっぱりね、40年50年っていう自分の仕事というキャリアイコール人生をそこに注いだっていう意味だと、やっぱりね腰が入ってると思うんですよ。翻って私たちはどうでしょうかね、うん、この道一本30年40年もしくは50年って覚悟して今の仕事に飛び込んでるでしょうか。初任給はいくら、いついつぐらいまでに課長になって部長になる、昇進スケジュールね、ステップアップコースみたいな、そういった自分に対して何がいいかなってところだけだと思うんですよね。でやっていくうちに世のため人のためっていうのは社員教育とかで見えてくると思うんですよ。でもこういった創業者の方とか、それから自分がね先代から店を引き継ぐために辛い修行に5年10年打ち込んでいた、そういった方々っていうのは仕事の一つとしてやるっていうのも一つ心の中にあると思いますけども、そこに自分の人生を捧げたっていう意味だとね、やっぱり腹がくくれてると思うんですよ。うん、だから最短距離を探してビジネスをするっていうことだと、まあ、お客さんからの信頼っていうのはねなかなか得られないから、だから商売がうまくいかなくって早期退場ってことになるのかなと思います。まあですんでね、3つ目の例になりますけども、リラクゼーションサロンっていうのがありますね。そのリラクゼーションサロンを開店するときに2つのルートがあるとします。簡単に3ヶ月であなたも開業できますよみたいな、そういったポップなねプランで開業した人と、いや私は修行ね3年間誰それさんのところに行って、でやっと免許開店をいただいたんで出店したんです、で階層はこのようにやりました、コンセプトはこうですっていうふうに全てにおいてきちんと積み上げた方ね。同じように今日がオープンですって言ってもあなたはどっちに行きますかってことなんですよ。もちろん価格で選ぶこともあると思いますけども、でもそこで商売をする人の心に触れてどっちに自分は身を寄せたいかってことは、やっぱり仕事でも恋愛でも同じように感じるところがあるんじゃないかなと思いまして、今日は終わりにしたいと思います。はい、最短距離を探している人、そんな人のところに仕事をお願いしますっていう人がそんなにたくさんいるかなと思っちゃうんですよね。つまりインスタントビジネスにはそういったインスタントのお客さんしか来ないっていうことになると思います。インスタントのお客さんというのはどういうことかっていうと、他にいいところがあったら行っちゃおうかなっていう感じですよね。つまり、まあ、シリガル女シリガル男っていうことですか。そうなると安定したリピーターにならないので、結局短期的に儲かる方法を探し続けるしかなくなっちゃってくたびれちゃうってことになります。いつも短距離走になっちゃうんでね、やっぱり腰の入ったビジネスをやっていくんだっていう、まあ、そんな意識をもとに10年以上 YouTuber としてやっている私がいると考えていただければ何かのヒントになるんじゃないかなと思います。それでは。